はい、分娩舎解体計画、そんなだったっけかな。この餌箱も全部もうボルト外して、撤去できるようにしてあります。で、本来ならばパレットに積んでどっかに出してでやろうかと思ったんですけど、何しろ雪が降ってきて、置き場所がなくなってきたのかな。のでんでもいいんだけれど、雪の下に隠れちゃうのはあれなんで、とりあえず、真ん中を一輪車が動けるような感じに、餌箱を動かします。どこに置こうか。これはね、もうこっち外れるんですよ。どうしよう。脇に置くか。にゃ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 。これでちょっとこのエアホースをどかして、今度はこうこの下の水道を、どうしよう、切っちゃうか。切っては出ししていけば大丈夫か。あ、変えちゃった方が早いや。変えちゃおう。ここはダメだ。ここは上からホースが降りてるから。金具で、金具じゃねえ、番線で止まっていた。うん。
どうしよっかな。これ切れねえよな。弱ったぞ。それぞれ外しながら行かないとダメ。どうするか。あれ切れるかな。ワイヤーカッター、ワイヤーカッター、よし、ホースだけでも切れるか。まあ切れなかないな。いいか、これでいくか。引き切れたね。集めよう。はい、バンバン切っていきます。よいしょ、切れるかな。よいしょ、近。はい、通路きれいになりました。それでまだね、餌のタンクに餌が残ってるんで、その通路を開けて古い餌を堆肥に混ぜちゃおうと思います。またそれを出すのもまだね、1トン半以上あるな。出るかな。半年近く入れっぱなしのままの餌ですから、まあ半年でもないのか、4ヶ月かです。まあ暑い時期は過ぎてるから多分出るとは思うんですけど。はい、今日はもう上がります。暗くなってきました。はい、おしまい。はいよー。